ピコリの独特な視点と才能が生み出す楽曲の魅力とは、人気ラッパーピコリが手掛けるナンバーアンダーライン愛への楽曲提供費は、ゴートやブローヤーカバーなど、ピコリの楽曲の魅力を徹底解剖。ピコリさんが人気ラッパーとして数々の楽曲を提供してきた背景には、彼の独特な視点と才能が大きく影響しています。ヒップホップグループオットフートワークスの一員として知られるピコリは、 これまでに、キングプリンスの元メンバーである平野翔、神宮寺裕太、岸裕太によって結成されたダンスボーカルグループ、ナンンバーアンダーアダインア i への楽曲提供を行っています。彼の楽曲、ゴートやブロウユアーカバー「ボン」などは、そのスピーディーでインパクトのあるサウンドが話題となり、多くのファンに支持されています。しかし、ピコリが楽曲を提供する際には、単にメロディーやリズムを作り上げるだけではなく、 提供先のアーティストの顔や性格、環境を深く理解し、それを反映させることで、彼らの個性を最大限に引き出すことを重視しています。ピコリは、オットフートワークスとしての活動では、抽象的な筋書き脚本的な書き方をすることが多いと語っています。これは、自分自身が具体的に描写を見えていないと歌詞が煮詰まってしまうからです。しかし、楽曲提供の際には、 提供先のアーティストの顔や性格、環境が見えているため、非常に書きやすいと感じるといいます。例えば、ナンバーアンダーラインについては、彼らのキャラクターやテレビでの姿などが把握できているため、その情報をもとに楽曲を構成することができるのです。このように、ピコリは他のアーティストのために楽曲を提供する際には、そのアーティストの特性をしっかりと捉え、それに合わせた楽曲を作り上げることで、 彼らの魅力を最大限に引き出すことができるのです。さらに、ピコリは自身のリズム感やラップのスタイルについても触れています。彼のラップは難しいと評価されることが多いですが、それは彼にとって自然なリズム感が体に染み込んでいるからだと言います。このリズム感を他の人に教えることは難しく、それを言語化して導くことが求められます。しかし、ピコリはそれが自分にはできないと正直に語っています。 彼のラップスタイルはあくまで自身の感覚に基づいているため他人に伝えることが難しいのです。ピコリの才能と視点は彼の楽曲提供において大きな影響を与えています。彼が手掛ける楽曲はそのスピーディーでインパクトのあるサウンドと提供先のアーティストの個性を反映した歌詞が特徴です。彼の楽曲は多くのファンに支持されるだけでなく 提供先のアーティストの魅力を引き出す重要な要素となっています。例えば、ゴートの発表後、ナンバーアンダーライン愛のファンは彼らの新たな一面を発見し、彼らの音楽に対する期待がさらに高まりました。ピコリの楽曲は、彼らの音楽活動において重要な役割を果たしているのです。ピコリさん、楽曲提供ありがとうございます。新年を迎えるまで、 ワクワクと不安の狭間でナンバーアンダーラインアイファンの心は、期待しながらも傷つきやすかったり打たれ弱かったりデリケートな心細い状態でした。それがゴートが発表されてから今日まで、毎日幸せな刺激をいただき、未知の夢の世界へ運んでくれる列車に乗っているようです。素晴らしい才能あふれる方たちが、ナンバーアンダーラインアイにお力を貸してくださる幸運に感謝しています。また、ピコリは楽曲提供において、 そのアーティストの顔や性格、環境を理解することが重要であると強調しています。彼は提供先のアーティストの特性を捉え、それを楽曲に反映させることで、そのアーティストの魅力を最大限に引き出すことができるのです。例えば、ナンバーアンダーライン愛については、彼らのキャラクターやテレビでの姿などが把握できているため、その情報をもとに楽曲を構成することができるのです。このように、 ピコリは他のアーティストのために楽曲を提供する際には、そのアーティストの特性をしっかりと捉え、それに合わせた楽曲を作り上げることで、彼らの魅力を最大限に引き出すことができるのです。さらに、ピコリは自身のリズム感やラップのスタイルについても触れています。彼のラップは難しいと評価されることが多いですが、それは彼にとって自然なリズム感が体に染み込んでいるからだといいます。 このリズム感を他の人に教えることは難しく、それを言語化して導くことが求められます。しかし、ピコリはそれが自分にはできないと正直に語っています。彼のラップスタイルは、あくまで自身の感覚に基づいているため、他人に伝えることが難しいのです。ピコリの才能と視点は、彼の楽曲提供において大きな影響を与えています。彼が手掛ける楽曲は、 そのスピーディーでインパクトのあるサウンドと、提供先のアーティストの個性を反映した歌詞が特徴です。彼の楽曲は、多くのファンに支持されるだけでなく、提供先のアーティストの魅力を引き出す重要な要素となっています。例えば、ゴー a の発表後、n o ー l i n e i のファンは彼らの新たな一面を発見し、彼らの音楽に対する期待がさらに高まりました。ピコリの楽曲は、 彼らの音楽活動において重要な役割を果たしているのです。ピコリさん、楽曲提供ありがとうございます。新年を迎えるまで、ワクワクと不安の狭間でナンバーアンダーラインアイファンの心は、期待しながらも傷つきやすかったり打たれ弱かったりデリケートな心細い状態でした。それがゴートが発表されてから今日まで、毎日幸せな刺激をいただき、未知の夢の世界へ運んでくれる列車に乗っているようです。 素晴らしい才能あふれる方たちが、ナンバーアンダーライン愛にお力を貸してくださる幸運に感謝しています。また、ピコリは楽曲提供において、そのアーティストの顔や性格、環境を理解することが重要であると強調しています。彼は提供先のアーティストの特性を捉え、それを楽曲に反映させることで、そのアーティストの魅力を最大限に引き出すことができるのです。例えば、ナンバーアンダーライン愛については、 彼らのキャラクターやテレビでの姿などが把握できているため、その情報をもとに楽曲を構成することができるのです。このように、ピコリは他のアーティストのために楽曲を提供する際には、そのアーティストの特性をしっかりと捉え、それに合わせた楽曲を作り上げることで、彼らの魅力を最大限に引き出すことができるのです。さらに、ピコリは自身のリズム感やラップのスタイルについても触れています。 彼のラップは難しいと評価されることが多いですが、それは彼にとって自然なリズム感が体に染み込んでいるからだと言います。このリズム感を他の人に教えることは難しく、それを言語化して導くことが求められます。しかし、ピコリはそれが自分にはできないと正直に語っています。彼のラップスタイルは、あくまで自身の感覚に基づいているため、他人に伝えることが難しいのです。 ピコリの才能と視点は、彼の楽曲提供において大きな影響を与えています。彼が手掛ける楽曲は、そのスピーディーでインパクトのあるサウンドと、提供先のアーティストの個性を反映した歌詞が特徴です彼の楽曲は、多くのファンに支持されるだけでなく、提供先のアーティストの魅力を引き出す重要な要素となっています。例えば、ゴートの発表後、ナンンバーアンダーアダインアイのファンは彼らの新たな一面を発見し、 彼らの音楽に対する期待がさらに高まりました。ピコリの楽曲は彼らの音楽活動において重要な役割を果たしているのです。また、ピコリは楽曲提供において、そのアーティストの顔や性格、環境を理解することが重要であると強調しています。彼は提供先のアーティストの特性を捉え、それを楽曲に反映させることで、そのアーティストの魅力を最大限に引き出すことができるのです。例えば、 ナンバーアンダーライン愛については、彼らのキャラクターやテレビでの姿などが把握できているため、その情報をもとに楽曲を構成することができるのです。このように、ピコリは他のアーティストのために楽曲を提供する際には、そのアーティストの特性をしっかりと捉え、それに合わせた楽曲を作り上げることで、彼らの魅力を最大限に引き出すことができるのです。さらに、ピコリは自身のリズム感やラップのスタイルについても触れています。 彼のラップは難しいと評価されることが多いですが、それは彼にとって自然なリズム感が体に染み込んでいるからだと言います。このリズム感を他の人に教えることは難しく、それを言語化して導くことが求められます。しかし、ピコリはそれが自分にはできないと正直に語っています。彼のラップスタイルは、あくまで自身の感覚に基づいているため、他人に伝えることが難しいのです。